津川翔吾は、日本の福祉事業家、元政治家、民主党所属の元衆議院議員、国土交通大臣政務官、復興大臣政務官を歴任、北海道札幌市出身、札幌市立もみじ大小学校、札幌市立もみじ大中学校、北海道札幌月館高等学校、北海道大学経済学部経済学科卒業、大学卒業後、 日本国土開発に入社。名古屋支店に配属され、静岡県内で現場事務を担当。在社中に民主党の衆議院選挙候補者候補に応募し合格。民主党衆議院選挙候補者公認第1号となる。2000年第42回衆議院議員総選挙において民主党から静岡2区に出馬。自由民主党の原田昭蔵に敗れたが、 重複立候補した比例党会ブロックで復活し、初当選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、原田昭蔵の後継である、原田霊氏に敗れ落選。しかし、同じ比例党会ブロックで当選した佐藤寛樹が秘書給与作主事件により議員辞職したため、2004年3月に繰り上げ当選。2005年の 第44回衆議院議員総選挙では再び、原田霊氏に敗れ、比例復活できずに落選した。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、小選挙区で初めて当選し、国政に復帰した。2010年6月発足の勘羅をと内閣にて、国土交通大臣政務官に就任、第1次改造、第2次改造でも留任。 菅内閣の総辞職に伴い成立した野田内閣で再任され、野田第一次改造内閣、野田第二次改造内閣でも留任。自民党政権時代も含め最も任期の長い大臣政務官となった。2011年6月27日から東日本大震災復興対策本部において岩手現地本部長を務めた。2012年2月10日、 復興庁の設置に伴い、復興大臣政務官を兼務したが、同年10月の内閣改造で退任。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、自由民主党の岩谷辰則に敗れ、比例復活できずに落選した。第23回参議院議員通常選挙を経た2013年8月に、静岡2区総支部長を退任。政治家引退後は、 多機能型放課後等デイサービスクルールを藤枝市に改良し発達障害の児童向け保育を行っている。2018年10月から静岡第一テレビのニュースエブリー静岡でコメンテーターを務めている。リサイクルポート推進協議会第352号公式ページ制作 CP プロジェクト衆議院選挙2005アンケート 衆議院議員選挙の当選者の回答。子供に無縁環境を推進協議会。2020年11月8日閲覧。ありがとうございます。